この何でもあり重賞レースは馬年にはきっと馬が流行る。競馬はおしゃれになってきている。本物のお嬢様は紀子さんみたいに乗馬をなさっている。ひょっとすると逆玉の最短コースだってことも十分にあり得る。そんな諸々の理由を踏まえて、さらに厳密な市場分析に基づいて考案されたものです。ニューリッチだ、ハワイのコンドミニアムだ、オペラのパーティーだなんて言ったって、所詮は日本人なりきんです。馬を語らずして貴族の仲間入りはできないのです。運が良けりゃ逆玉貴族になれるかもしれない。これはノウハウ仕込みの丸得レースでもあります。馬がトレンディーとは言うものの、世の中一寸先は闇。トレンドってのはね、他人の近未来だから何とでも言えるけど、自分の未来は自分で書けるっけない。まあ自分のトレンドくらい自分で作りなさいという、なんと極めて哲学的命題をはらんだ恐ろしくいい加減なゲームでもあるのです。まずは元手がいるというわけで、バイク便とピザのケータリングでアルバイト。春休み溜め込んだ汗と涙の20万円、桜花賞か皐月賞か、神様仏様武豊様えいやっと本命へ半金10万円をつぎ込んだ。さあゲートを開きました。各界ステージまずは先に抜け出してまいりましたが、お嬢様はパーティーの馬に乗ってきました。あとは一軍ドラフトも大好きご覧いただきます。さあ大好きご覧いただきます。おめでとう、来ました。 3.2 倍で32万円、ラッキー。残りと合わせて42万円。まず堅実に自己投資となれば、お嬢様の多いアバロンヒル乗馬学校に入会だ。競馬より乗馬というのが正しい逆玉の腰の探し方です。お嬢様が通う乗馬クラブといえば、東京世田谷のアバロンヒル乗馬学校であります。それはまあいろんなのがあるけれど、ここが一番有名、世田谷ですもんね。ちなみに個人会員の入会金は35万円、年会費は17万6千円、あと、馬主になっちゃうと200万円ぐらいの馬から、高いのだと1000万ぐらいの馬を持っているお嬢様がいます。せっかく見つけたお嬢様をベンツのボンボンに横取りされる。夏休みを利用して日高の飼育牧場にバイトへ行くか行かないか。日本の競走馬、サラブレッドとかアラブとかの血統種のほとんどは、どういうわけか北海道の日高で生産されています。生産っていうのはつまり種付けをして育て、競走馬として調教するわけです。あの映画優春の舞台にもなっているから、映画を見た人は知っておりますな。車台ファームとかウェーバーを生んだ有名牧場もあります。まあああいうところにバイトに行くわけでございますが、朝4時から夜6時、いやあるいは7時までのハードワークということになります。まあ辛い人はムツゴロウ王国の方に行ってみたりしてもいいんじゃないかね。夏休み前になると求人バイト情報誌に募集記事が出ているから、注意して見ておいてください。さあ君はどっちだ、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 どっちだ。目指せ馬主よ、まずは金だ、学歴だ。実業家目指して平民でも入れる学習院を目指そう。いいとこの娘をもらうなら、やっぱりいいとこの娘のいる大学に入んなくちゃね。例えば学習院とか成城とかでございますよ。まあ他の大学同士の合コンで知り合って渋谷丸山町のラブホテルでいたしても、いざ結婚ってなるとね、まあ大学も査定のうちっていう傾向はいいとこになればなるほど強そうだしね、困ったもんです。その点同じ大学の同じ乗馬クラブの先輩後輩なんていう関係だとちょっとできすぎで、これ反対できませんよね。ちなみに乗馬クラブのある有名大学は、まあここでは言いません。まあいいとこは大体乗馬クラブ今あるんでございますよ。
さあゲートを開きました。各回ステップスタート。まずは先に抜き出してもらいましたが、お嬢前パーティーの馬車を作りました。あとは1分トラットをまた行ってもらいたいと思います。さあ最後もう夢も希望もない。振られた上に入試にも失敗。人生真っ暗よ。